この度は株式会社サイゲームスインターンシップデザイナーコースの紹介動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。こちらの動画では会社について簡単にご紹介した後、インターンシップの内容についてお話しいたします。それでは早速会社についてご紹介いたします。弊社株式会社サイゲームスは2011年5月に設立しました。 最高のコンテンツを作る会社というビジョンを大切にしており、サイゲームスのすべてのスタッフがこのビジョンに共感し、常に自分たちが制作しているものが最高であるかということを自問自答しながら、日々業務に当たっています。サイゲームスは東京本社のほかに大阪と佐賀にも拠点があります。大阪はコンシューマータイトルの開発を中心に行っています。佐賀ではデバッグを行っているデバッグセンターと、 イラストやデザイン制作を行うサガスタジオがありますまたサイゲームスは国内だけではなくご覧のように海外にも拠点を設けております現地でのマーケティングを主としており海外にもゲームをお届けできるように努めております続いて制作事例のご紹介ですサイゲームスというとソーシャルゲームのイメージが強い方もいらっしゃるかもしれませんが ソーシャルゲームだけではなく、ソーシャルゲーム、コンシューマーゲームの両軸で開発・展開をしております。ユーザーに楽しんでもらえるゲームとは何であるかを第一に考え、最も適したプラットフォームに向けてコンテンツを提供している会社です。そして、ゲームの他にもアニメ事業や漫画事業にも幅広く展開をしております。 サイゲームスではスタッフが業務に集中して良いものが作れるよう開発へのサポート体制やオフィス環境への整備にも力を入れていますサポート体制として PC のスペックの問題やトラブルで無駄な待ち時間が出ることがないようシステム管理のスタッフがすぐさま対応する万全の体制を整えておりものづくりだけに集中できる環境を整備しています。また スタッフが業務に集中して良いものを作れるよう業務フロアには全スタッフに通常のオフィスでは広めとなるデスクを用意していたり椅子に関しても長時間座っていても疲れにくいバロンチェアというオフィスチェアを配備しておりますその他にも休憩スペースにフリードリンクを設置したり仕事のオンオフの切り替えを配慮した環境になっています最後に社内スタジオについてご紹介します 最高のコンテンツを作るための開発環境も充実しています。社内に 3D モデルやモーションを制作するためのスタジオを設けました。また、社内のサウンド収録スタジオを6室備えています。演者さんにも最高のパフォーマンスをしていただくことを目指して、設計から弊社主導で行いました。では、デザイナーコースの説明をさせていただきます。まず前提として、 個人課題の制作を行っていただきます。また、インターン生1名につき1名以上の専任トレーナーを配置します。最後に、話し合いをもとに個別のカリキュラムを設定とございますが、サイ・ゲームスにおけるデザイナーコースのインターンシップでは、これが一番大きな特徴です。サイ・ゲームスのインターンシップでは、会社から皆さんに一律で、 これをやってくださいとお願いするものはありません。インターンシップ開始の前に一度、皆さんとトレーナーとでお話しする場をオンラインで設けますので、そこで事前に話し合って課題を決めていただき、インターンに臨んでいただく形となります。これまでであれば、例えば、かわい,い女の子を描くのが得意だからもっと力を伸ばしたいや、男性キャラを描くのが苦手だからそのスキルを伸ばしたいなど、 皆さんの希望に沿った課題設定になるので、そういった意味でも楽しめるものになるのではないかと思います。先ほど、1名以上の専任トレーナーを配置しますとお伝えしましたが、トレーナーはゲーム制作の第一線で活躍しているスタッフです。そのスタッフから直接、毎日フィードバックやアドバイスを受けられます。インターン生が制作したものに対し、トレーナーが都度確認やアドバイス、フィードバックを繰り返していきますので、 その方のの方課題に特化した内容でで実施が可能です一人一人に現場で実際に働くスタッフがついてさらに課題も自由に決めていいよというスタイルのインターンシップはあまり見かけない形かなと思いますので特徴の一つとして覚えてくださいね。インターンシップ期間は土日祝日を除いた3週間で期間中は平日10時から19時まで課題に取り組んでいただきます。 またデザイナーコースのインターンシップは職種によって開催期間が異なります。合営業日を1週間として、イラスト、ゲーム外の PV、広告などの映像制作、デザイン制作の方は2週間、デザイン制作管理の方は1週間、それ以外の職種の 3D、UI、2D アニメーション、テクニカルアーティストは実施期間に記載の通り3週間予定です。 ここからは実際にサイゲームスのインターンシップに参加された方の制作実例をご紹介します先ほども伝えたように課題はそれぞれで異なりますのであくまでほんの一例ですまずはイラストレーターその中でもキャラクターデザイナーを志望していた方の例ですちなみに応募職種の中でも一番希望者が多い職種ですこの方の場合 もともと動物やクリーチャーモンスターを描くのが得意だったのですが人物のキャラクターデザインが苦手なのでそれを克服したいということでインターンシップではトレーナーが作成した仕様書に沿ってキャラクターデザインを複数制作するという課題にチャレンジしました。こちらが実際に制作ししたた成果物ででですイイラストののンンターンは2週間でしたので 1>, 1週目はグランブルーファンタジー風にキャラクターデザインをするという視点に沿ってまずは主人公をデザインしその後ラフから着彩まで行うという課題に取り組みました。2週目はもっと装飾の多いジョブのキャラクターを複数提案・制作をしていただきました。この方については人物のキャラクターデザインを複数制作することによってデザイン力を鍛える内容となっております。キャライラストでは このような形でキャラクターデザインを何体も出す場合もあれば、人によっては2週間かけてじっくりと1枚の絵を完成させることもございます。また、人体バランスやデッサンが苦手という方がいらっしゃったら、例えば、ご紹介したようなイラスト制作と並行して、毎朝15分をクロッキーを描く時間に当ててトレーニングするという事例もあったりします。以上がキャライラストの実例でした。 続いて 3DCG ののキャララモデラーの例ですこの例で挙げている方は普段は可愛いい女のの子を作るのが好きなんでですという方でしたせっかくインターンシップに参加するので今回は苦手分野であるかっこいい男性キャラを作ってみたいということで 2D キャラクターを 3D で制作することにチャレンジいただきましたまずは既存の 2D イラストをもとにモデリングしていきます見ていただいているのは グランブルーファンタジーのアルベールというキャラクターです今回はこのキャラクターを 3DCG に起こしましたモデリングにおいては基本はマヤを使用していただくことになりますまたテクスチャーはフォトショップをメインにもしご希望があればサブスタンスペインターの使用も可能ですその後細部の調整や UV 展開、テクスチャ制作を重ね3週間を通して1体のモデルを完成させました キャラクターモデラーの場合は、3週間で1体のキャラクターをじっくり作っていくことが多いです。なお、今回はセルルックのキャラクターモデリングの事例をご紹介しましたが、G ブラシを使用してフォトリアルをやる方、プロップ制作をやる方など、参加いただく方ごと、やりたいことや挑戦したいことに合わせて課題設定をしています。ここではご紹介は割愛しますが、 UI や 2D アニメーションデフォルメキャライラスト制作 3D 制作などなどこれまでご参加いただいた方には希望の職種に合わせてさまざまな制作をしていただきましたまたインターン生の皆さんが安心してインターンに参加できるよう各種運営サポートも行っております社内スタッフやインターン生同士の交流ができる場など各種交流ができる場も設けています課題制作だけではなく こうしたコミュニケーションの場からもぜひサイゲームスのことを知っていただきたいです。また、社内スタッフと同等スペックの機材も会社より対応いたします。最後に、インターンシップで得られるものについてご紹介します。まずは一番上、ご自身のスキルアップということでプロからのフィードバック、アドバイスを受けられる環境でデザイン能力や決ッサン力を鍛えていただけます。 また実際に制作現場で使われるツールを使用して課題に取り組むことでツール習熟度も高めていただけます。2つ目再ゲームスについて知ることができます。実際に現場で働くスタッフと一緒に課題に取り組んでいただきますので会社のことを深く知っていただける機会にもなっています。3つ目ゲーム制作の現場で必要な視点考え方を学ぶことができます。 皆さんの中にも絵を描いたりデザインをするのが好きという方がたくさんいらっしゃると思いますがそれをゲーム制作の現場でどう落とし込むのかゲームの中でどう表現すればいいのか何に気をつければいいのかなど普段の制作では深く学ぶことが難しいゲーム制作だからこその視点について知ることができます実際の業務の流れも経験しながら学ぶことができますので制作の現場を体験していただける機会にもしていただきたいです そのため自分自身のスキルアップを目指したい方はもちろんサイゲームスがどういう会社なのか知りたいゲーム会社ってどういうお仕事をするんだろうなどいろいろな希望に添える内容になっています話を聞いて少しでも興味を持った方や気になる方はぜひご応募くださいゲームへの熱意あふれる皆さんのご応募をお待ちしておりますありがとうございました